左行くと大勢、まっすぐで銀山平、魚沼方面まっすぐ行きます。お、なんか何かしらあったな。うわー、狭くなったよさっきの何かしらの設備があるからあそこまで2車線だったんだな。なるほどなんかチャリかなんか来た、来ましたほい、うわ魚沼82キロ魚沼まで行きます。樹海ライン自体はあと45キロかな多分。うわー、テクニカルコースこれでも道がかなり綺麗だから楽しめます。おお、この青空と紅葉の色がいいね。いやー、福島許す許した俺は。もうあの東北通の時の大雨の中ずっと走ってで苦しかったのとかね、もう許すもうこの3日間歓迎されっぱなしだったような気がします。そうそう、昨日ホテルでなんか外がうるせえなと思ったら、ホテルの部屋から花火が上がってるのが見えたっていうねおお、ちょっとこれ接待されすぎじゃねえの。ベッドに寝転がりながら花火が見えるっていうねあの時点で許すべきだったけど、うん、今日がまだ分かんなかったから許しきれなかったけど、もう完全に許したね私に許されたね、福島県うわー、面白いこの道、なんで路面こんなに綺麗なんだろう。交通量が多いわけじゃないよな。ほい、うん、確かにね。おお、っとっとっと、確かにこうこんな感じで濡れてたり、あとなんだ道が崩れかけみたいな感じでさ、こう崖側にこう降りてるみたいな、うん、そうこういう場所はあるんだけど、なんかそんなにね、そんなでもない。初めてここ来たらうわーひでえ道だなと思うかもしれないけど、あの静岡の奥地に比べればね、もう何でもないねもう快適すぎる。あそこより快適だわ。なんだっけ、名前忘れちゃった。299号の国道、あそこより走りやすいです。十国峠か、うん、十国峠より全然走りやすい。路面が綺麗。でも多分まだ本気出してないんだよねきっとこの道はすっげえ下るな。うい、うん、当然電波はないですね。バイク、イエーお、ほいえー、ほいっとよっと、よっしゃー、ほいえー、おー綺麗。あ、標高下がってきたから緑色になったね。今回はザ・秋ツーリングって感じだったね。景色といい、この気温の変わり方といい、うん、いい秋晴れの中走れてさ、こりゃいい3日間だったよ、ちゃんと帰れればいやよかった、全部休み潰して頑張れ。まだ福島県だよね多分。新潟県はね多分もうちょっと道が良くなるはずふいえ、なぜか新潟県っていうのはあの細い道に手を抜かないんですよね何なんでしょうかね、あのうわーガードレールない
なぜか新潟県はね、道にこだわりがあるんですよね。かなり細い道でも融雪設備あるしね、まあこういう峠区間には融雪設備はないですけど、町とかのさ、ふえー、うわきついきつい、よいしょ、ふえー、いやーいいねー、ふえー、よいしょ。景色が何も見えないから林道っぽいのかなと思ったら、道が林道みたいに単調じゃなくてね、すごい楽しいロードスター、似合いますねこういう道。どうも、おきついきついほいよいしょほいえほいえほいっと、いやーこりゃいい道だ、こんなにいいとこだと思わなかった。国道じゃない全然、まだすげえ楽しい道って感じ。でもさっきのロードスターが前走ってたのを見てわかる通り、道幅がね、普通車はきついと思います。すれ違いができないね。なんとかギリギリできんのかな、厳しいな。バックイエー、そう、私はこういう道走るときでもスロットルアシストどっちもつけてるっていうねあんまり良くないことだろうけど、もうずっとこの靴べらみたいな方はバイクに乗り始めてすぐくらいからつけ始めたから、確か慣れたっていうかね。うわー綺麗、うわ、ん、前にあるの何あれ、車ん、何あれ、あガードレールだった。この白いガードレールが向こうから見たら、あバイクイエーイ、向こうから見たら得体の知れないスライムみたいななんか変なやつに見えたユーマと遭遇してしまったかと思ったね。未確認で進行形だね。うわっと、ほう、お食事、喫茶、お土産、まもなく左どこ、道なりっぽいな。うわー綺麗、ふい、標高873m まで降りてきました。おおやったー、新潟県入りました、魚沼市、ふわ、そしてバイク、そしてバイク、新潟県バイク、さあ道に手を抜かない新潟県道を見せてもらおうじゃないかうわ綺麗道も景色も綺麗、ほいえ、これでインターチェンジ57キロとか書いてあった、すんげえところに案内出すねうわいいね、ほいえ、あーなんか道があー橋か、びっくりした、砂利道かと思ったん、こんなところに急にん、こっからもう多分新潟県だよね、国道382号、段差あり、うわーこれだね、洗い腰ふい、水はジャブジャブじゃなかったけど何箇所かあるらしいですねこれもそうっぽい、よいしょ、もう雨上がってから1日半2日、丸2日か、水の量も収まってるね。お、また山道区間かな、山道っていうかぐねぐね区間、そうでもないか、
樹海ライン自体はもっと長いわ。初めの経由地は奥多摩以降の一番端っこか、終わり、そこを経由地にしたね、確か。多分小出インターチェンジから関越乗って帰るんだよな、多分。奥銀山山だってさ。よっしゃ、うわよっしゃ馬乗ってるみたいな乗りこなししないと。あら垂れ流しだもんね。お、幅狭くなる洗い腰だらけお、左側に湖があるぞ。これは多分奥多摩湖だな。奥多摩湖、実は初めて来たんですよね。来たことなかった。おいえ、なんか人がいる気がするぞ。自転車か。あら、パンクした、かわいそう。修理中。うわー完全に川だったね、今のは。あれが洗い腰。なるほど。お、ここもそうっぽいねあのさ、水が流れやすいようにあのちょっとくぼんでるんだね。もう橋を作るっていうか、下を通す気がさらさらないっていう感じですけど。おー、いいなー。多分もうちょっとちゃんと奥多摩湖見える場所ってあるはずなんで。うわ、怖えー、ここ。あー、下の方にちょっと見えた。デコボコありっていうかうわー、これ完全によいしょ。いやー、すごいすごい道だ。人生初洗い腰。2キロ先からドコモの電波届くってさ、書いてあった。私は MVNO だけど、一応ドコモの電波だからね。よいしょ。あれ、全然国道じゃないよ。いや、別に国道に行きたかったわけじゃないんだけどさ、なんか覚悟してたのと違くて、ずいぶん走りやすくていい道だなと。バイク、イエーいい道じゃん、素晴らしい。福島側も新潟側もいい道です。小出インターまで残り50キロ。お、本当だドコモの電波ここからって書いてあった。ちゃんとつながる。ものすごい谷だぞ、右側が。どうもーん。わわ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 。バシャー。行っていいのか。よし。右側の谷でかすぎて怖え。ちょっと見えるかな、ここで通るとき。あ、ダメだ、車来た。よいしょ。ここでちらっと見える。ほら強烈。うん、またあ、ちゃんとでも下通そうとしてる
へこんではいるけど、オーバーフローした時に上を通ると、おー、いい道だこれ、うえー、楽しいですすごく、うわ、お、またあるよ、ほい、うん、ここはね、ぜひ冬季閉鎖されてないとき来てみてください、楽しいです。あ、さっきあ、なるほど、谷の反対側に来ました、さっき向こうのあの山が削られてる場所、うわー見た今反対側の山の削られてるとこ走ってきましたね。うわ、銀山平は20キロ。お、またある。ほいっと。よっと。登ったり下ったりするんだね、この道は。ほい。うえっと、ほい。おお、綺麗。バイク。イエー。ほい。ほい。ほい。Yeah. よいしょっとほんのちらっとしか見えないね、開けないな、ふいえ、お、なんかここ見える系、ちょっと寄ろう、よいしょ、見える、見えないから行きましょう。ほいえ、ゴー。何のためのあれ場所だったんだろう、あれは景色見るようじゃないのか。お、またん、なんだこれ、牛って書いてある、これあんな上から下に落としてるんだ水を、うーれしい、疲れてきたさっき一旦降りたら多分アドレナリンが少なくなったんだろう、疲れが感じられ始めた、うわー、またこれはかなりサラサラー、わーガードレールなかった、サラサラーとか言っといて、ガードレール越しにっていうか、そういう感じで水が落ちてくんじゃないんだねガードレールないんだ、うわすごいすごい、ほいえほいえ、すげえここ、ほいえ、ずーっとまだ湖畔を走ってるからね、お、見えた、さすが貯水量日本一奥只見湖、お、見えた見えた、でも手前にこういう風に草っていうか木があるから見通せないんだよね、おーうわきっつ、ここうわういえ、お、またヘアピンかこれ、
おいっとー、よいしょ、うお、よいしょ、ほいっとー、よっとー、ほいっとー。